義妹生活。幼い頃から両親の喧嘩ばかり見てきた。君を信じていたのに、なんで？あなたって本当に何も分かってないのね。母の浮気が原因で両親が離婚して以来、俺は女に期待しないように生きてきた。そしてきっとこれからもそれは変わることはないだろう。ユータ、父さん再婚することにしたんだ。は？相手は包容力たっぷりのお姉さんで、上から92、61、90、スタイル抜群のお母さん、どう？いや、そんな数字と就職後だけで語られても。いや、けど40にもなってよく出会えたね。相手は職場の人？上司に連れて行かれたお店で働いてた子なんだよ。それ、騙されてるんじゃ。大丈夫だよ、アキコさんだけはそんなことないから。一度女に痛い目に遭わされてるってのに。ま、親父が幸せなら何でもいいよ。俺は今まで通りやるだけだから。今まで通りとはいかないよ、妹ができるんだし。は？妹？そう、アキコさんの娘さん。妹、年頃の妹はめんどくさいイメージが。そうだ、アキコさんに写真も送ってもらったんだよ。ほら、かわいいでしょ。おお、まあ小学生くらいなら気を使うこともないか。これでユータもお兄ちゃんだ。という話をされたのが数時間前。突如呼ばれた綾瀬家との顔合わせ。はじめまして、ユータくん、綾瀬明子と申します。急に呼び出しちゃってごめんなさいね。息子の浅村ユータです。父から聞いた通りお綺麗ですね。あら、ありがとう。聞いてた通りしっかりした息子さんね。俺は目の前の妹の姿に混乱していた。いや、わかるよ、間違いなく写真の子だ。ほら、さっきもご挨拶して。うん、初めまして、綾瀬咲です。成長してるじゃないか。あ、浅村優太です、初めまして。いやー、僕も今日初めて咲ちゃんに会ってびっくりしたよ。今年で高校2年生の17歳、優太と同い年だってさ。同い年って、それはもはや妹ですらないのでは。優太の方が誕生日が1週間早いんだよ。1週間、気を使わなくていい、気楽な妹像が。紛らわしくてごめんなさいね。さっき言ってば大きくなったら全然写真撮らせてくれなくって、見せられるのは昔の写真しかなかったのよ。私、目つき悪いせいか写真写りが悪くって。そうなんですか、こんな美人の JK とどう接すれば。でも安心したな。これから共同生活を送る相手なのに、怖い人だったらどうしようかと思ってたから。本当に怖い人は優しい顔してる気がしますけど。毎日バイトして大学費貯めてるってさっき聞いたよ、真面目な人だなって。いや、昨日もバイトの先輩から不真面目を怒られてきましたよ。成績優秀だと思う。ああ、頭のいい犯罪者って多いですよね。ファーストコンタクトはうまくいったか。とりあえず、なんとか当たり障りのない関係を築いていけそうだ。じゃあ、僕たちはお会計済ませてくるから。うん、外で待ってるよ。俺とは縁遠い派手な見た目の子だと思ったけど、話し方には知性を感じたし、終始友好的な態度だった。なのに、何か違和感があるのは。ねえ、浅村くん、お母さんたちが出てくる前に話しておきたいことがあるんだけど。親に言えないことですか？そう、浅村くんにしか言えないこと。あんな短い会話でそこまで信頼を獲得してたんですか。すごいな、俺。そのユーモア、話し方や表情、そのどれにも強い熱を感じない。だから多分、私の言葉も正確に理解してくれると思って。
私はあなたに何も期待しないから。あなたも私に何も期待しないでほしいの。なるほど。さっき感じた違和感はこれか。つまり彼女は特別な男女関係に興味はないと釘を刺している。そして俺にもその気がないことを態度で察してくれている。女に期待しないように生きてきた俺にとっては何よりありがたい申し出だ。その言葉に安心しました。うん、私もそう言ってもらえて今初めて安心した。ぜひそのスタンスでやっていきましょう。綾瀬さん、ありがとう。浅村くん、後から振り返ってみればこの時の彼女の言葉が俺たちの兄弟関係を決定的に定義してしまったんだろう。